九州タワーのプカツタギです。はい、ということで王さん、はい、今回ですね、うん、僕のターンということで、うん、何だと思いますか？いや、ちょっとわかんないです。わかんないですか、うん、これね、本当にまだ本当に皆さんね、うん、何も太郎さんに伝えてないんですよ。うん、太郎さん、もう年を重ねたんじゃないですか？あー、そういうことね。はい、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 年重ねたんじゃないですか、太郎さん。いや、まあ秘密なんですよね。あ、何ですか？いや、僕の実年齢は非公開です。あ、非公開ですか？はい。そんでいつからですか？いや、あの、皆さんの夢で希望が僕ゼロ。まあ、ここ1週間ね、はい、だから誕生日を迎えたのかなと思って、ということで、はい、今回は太郎さんにね、誕生日プレゼントを渡したいなと思って、はい、撮っております。あ、そうなんや、知らなかった。いや、本当にこれはね、言ってなかったので、ちょっと持っていきますね。はい、ということでね、はい、まだ分からないよ、これこちら、じゃじゃん、靴です。え、マジで？はい、あの、なんか太郎さんがこの前、僕が靴、スニーカーを紹介した時に、俺も欲しいみたいな言ってたけど、言ってますよね。いや、俺でもまだ信じてないよ。箱だけの可能性があるから。箱だけの可能性ないですか？いや、まだ、はい、まだ俺は信じてない。いやいやいや、はい、ということで、こちらですね、 JW アンダーソンとコンパスのスニーカーをたまたまプレゼントいたしたい。いや、まだ信じてないよ。プレゼントします。ありがとうございます。はい、どうぞ開けてみてください。いや、まだ信じてないよ。あの、ヨーロッパから取り寄せたので。ヨーロッパの匂いがします。ヨーロッパの匂いします。はい、おお。はい、ということで、ちょっとね、何やこれ。何やこれ。え、見せていいですか？あ、大丈夫ですよ。これ、はい、いや、最初こっちだけ見えてて、すげえな、これ。どう履くんや、これ。いや、今回、あの、高尾さんがね、あの、欲しいって言ってた、その厚底のやつ、うんうん、はちょっと買えなくて、うん、僕も頑張ったんですけど。あ、頑張ったね。頑張ったの買えなくて、でも高尾さんが黒が欲しいって言ってたから、うん、僕黒を買ったんですよ、うん、今回4色ぐらい、これ、グリッターで展開してたんですよ、うん、あの、写真では結構黒だったんですけど、これ、見てみると結構、あの、クリスマスカラーしてますね。うん。やべえ。ちょっと見せてあげてください、高尾さん。いや、この、キラキラ感半端じゃねえ。いや、これね、俺もね、届いて、うん、大丈夫かなみたいな。黒で無難の方がいいって言ってたから。いや、そうです、グリッター。いや、でもね、まあ、誕生日ならでは。いや、こっちはまだ普通なんですよ。そうそう、こっちがね、一応全面グリッターでなってるんで、結構ポロポロ落ちちゃいます。で、紐もこっちはあの、シューレース変えてます。もう一個の方は、あ、本当だ。はい、まあ、別にどちらもいけます。まあ、違うハグでやってもいいですけど、ちょっとこれだとね、もうちょっと履きやすくなるかなとは思いますね。でもこれ会社には履いていけない。いやいやいや、だからなんかこう、ちょっとおしゃれするとか、そういう時に出回ってはいるんですけど、意外と履いてる人少ないんで、うん、持ってきやすいかなと思って。いや、これすごいな。まあ、ギリギリまで疑ってたけど。ちょっとあの、厚底の方を期待した。ちょっと、いや、全くジェイダブ・アンダーソンと関係ないもの。あ、履いてると思った。いや、それ疑いすぎじゃない？俺も。いや、疑うよ、そりゃ。いや、もらっていいんですか？あ、どうぞどうぞ、これ。いや、けど、俺、大したもの投げてないからさ。いや、別にそういうわけじゃないんで。あ、そうなの。はい、別に。うわー、やったわ。初グリッター、初ジェイダブ・アンダーソン。あ、僕もグリッターだったの持ってないんで。うん、僕も個人的にもう一足グリッター買おうと思ってた。そうですね、なんか、もしその、色違いで買おうかなと思う。すげえな、JW アンダーソンらしい速報をもらいました。はい、ということで、今回は太郎さんの誕生日ということで、うん、スニーカーをプレゼントさせていただきました。ありがとうございます。はい、大事に履きます、ちゃんと。お誕生日おめでとうっていう方はグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで、以上になります。イエーイ。最後、じゃあ、タコさん、今年1年の抱負を、抱負、はい、言っていただいて、一言でこの動画を終わりたいと思います。一皮むけます。